パクチュンフンは、韓国の映画俳優。パクジュンフンとも表記される。ソウル特別市出身。身長178センチメートル。体重68キログラム。韓国中央大学公演劇映画学科卒業。ニューヨーク大学大学イニアンギ教育学修士。1986年、映画、カンボで100総芸術大賞で、新人賞を獲得し、 1988年に公開されたチルスとマンスでは当時の韓国社会の中で苦悩しながらも画家を目指すチルス役を演じたその後もウムクペミの愛追われし物の晩歌に主演しヒットを収めた1991年に公開された私の愛する私の花嫁はアジア太平洋映画祭で主演団優勝を受賞する その後、単身渡米を決意する。アメリカでは、ニューヨーク大学大学院で、演技教育学の修士号を取得し帰国。後のインタビューで、パクチュンフンは、息の長い俳優になるため、渡米を決意した。と述べた。帰国後の1993年末に公開された、2コップスは、半年にわたり上映される、ロングランで大ヒットを記録。 1994年6月にニューヨーク大学で知り合った在日韓国人の女性と結婚する。その後も映画俳優としてゲームの法則、妻殺し、金を持って高飛び城などに出演した。米国からの帰国後、5年余りで10本以上に及ぶ劇場映画に主演したパクチュンフンは1997年8月。 ハレルヤを公開後に充電期間に入り、日本の東京で約1年を家族と共に過ごす。復帰作となった、ノーエア人情用車しマイナスは1999年8月に韓国で公開され、周年で殺人犯を追い詰める熱血刑事役を演じ、数多くの映画祭で主演団優勝を受賞する。この映画を、 フランスドービル国際映画祭で見たジョナサンデミ、監督は、パクチュンフンの演技に感銘を受け、出演を依頼する。これにより2002年に、韓国人として、初のハリウッド映画、シャレードに出演することになる。その後も、鉱山が、原、危ない奴ら、ツガイズ、天群、強敵に主演し、2006年には、アンソンギと共演した、ラジオスターで、 自身二度目の清流映画大賞主演男優賞を受賞。2007年には、ジョナサン・デミ監督主催で、ニューヨーク・ジェイコブ・バーンズ・フィルムセンターにて、パクチュン・フン回顧展を開いた。2008年12月から、韓国 KBS テレビにて、パクチュン・フン賞大韓民国に日曜日の夜を放送開始。芸能、政治、スポーツ界などの著名人を毎週ゲストに迎え、 人生論を語り合うトークショーの司会を半年にわたり務める。2009年7月に公開された映画津波津波では富山の海水浴場にメガ津波が押し寄せる危険を予測するキム博士を演じた。また俳優としてだけでなく映画監督としても長い間準備を重ね、2013年には映画トップスターで監督デビューを果たした。 2017年1月から KBS ハッピー FM にてパクチュンフンのラジオスターの放送を開始。同年12月から放送のドラマバッドガイズーワルのトシーに検察役で主演。実に24年ぶりのドラマ復帰で話題を呼んだ。ありがとうございます。